はい、ではこちらはドリームのクールダウン&リラクゼーションプロ用マッサージクリームということで、ミントの香りの、マッサージクリームですね。プラス500円のオプションでできるような形です。ひんやりした使用感のクリームです。今日はこちらを使って肩周り、肩首をトリートメントしたいと思います。塗っていきますね。ミントの香りなので、鼻が詰まっているような時とか、喉がいがらっぽいような時なんかにもこすですか？あ、すごい気持ちいいし、うん、なんか、あの、なんていうんですか、さっぱりします。暑い時期にも、あの、ひんやりして気持ちいいと思います。のぼせやほてり感があるような方にもおすすめですね。こちらも少量で伸びがいいのでっていうことを言おうとしたんだけどあ、じゃあもう一度、やっぱりクリームの方がいいですね。まあ、これがきつい人は割とね、そのまま押されるよりもこういう形でトリートメントにした方が肌当たりがスムーズになってほぐれやすいですね。どっちかっていうと左側の方がこれがきついですかね。あ、そうですね、ゴリゴリ言ってます今のとこ、
胸と肩の付け根のところですね、ここが結構重要になります。痛いですよね。痛気持ちいいです、はい、うん、通るたびに気持ちいいって感じはします、うん、それとこの三角筋のとこですね、ここ腱が硬くなりますので、結構こう肩自体よりもちょっと脇の方とか周りが結構、ほぐしておきたいポイントになりますね。しっかり肘までいってあげるとトリートメント効果が高くなりますね。ちょっと上の方までいいですかね、少し、はい、ほど、はい、で両手ちょっと万歳していただいていいですか。はい、そうですね。脇の下も非常に重要ですね。リンパ節がありますし、筋肉も、首にも腰にも関係があるので、非常に脇の下をやることは効果があります。重要なポイントですね。細くしたい方もしっかり脇をこう押してほぐしておくことが重要なんですよ。ちょっとモデルさんもやっぱり脇周り滞ってる感じありますね。痛いですかね。あ、でもまあ痛気持ちいいです。はい。ダン、クリーム使ってるとあれですよね。こう刺激が一点にかからないので、なんかちょっとくすぐったいなとか痛いながあってもそこまで気にならないですよね。うん、多分普通でやられると私、うん、タタタタってなっちゃうと、そうなんですよね。じゃ、邪魔なのちゃう。同じところがやりたいんだね。ちょうど下げてもらっていいくて、こっち上げておきましょうか。肩甲骨も硬いんですよね。動きが悪くなってるので。トリートメント。でこうやって脇をほぐしてからもうちょっと首やってみる。はい、柔らかくなってますよね。はい、バイバイ。
ちゃよし、うん、よしおーおーおおおお食べ物じゃないよ。鎖骨のところも結構重要ですね。疲れが溜まっているところは痛いんですけれども。ちょっと強く押すとね、射角筋のところがあるので、しびれるような感じとかが出ることもありますので、まあ、少し軽めに少し中を当てるような感じで流します。座っていただきましょう。はい。はい。ちょっと、ちょっと。はい。はい。さ。よし。で、で。お疲れ様でした。いかがですかね。あーすごいスッキリです。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。お疲れ様でした。以上になります。